宝町駅は東京都中央区京橋2丁目にある東京都交通局浅草線の駅である。駅番号は A12 相対式ホーム2面2線を持つ地下駅である。それぞれのホームに改札があり、改札内から反対側のホームへ行く連絡通路がある。エスカレーターは2番線ホーム改札外と A4A5 出口を結んでいる。 2010年12月11日から A7、出入り口が設置された。この出入り口は、エレベーター専用であり、2番線ホームに直結する、改札を併設しているが、自動券売機と自動生産機は設置されていないため、自動改札機に対応できない、乗車券を所持する人はインターホンで係員を呼ぶ。さらに2011年12月23日からは1番線ホームに、 直結する A8 出入口が設置された。2020年度の1日平均乗降人員は23,151人である。各年度の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通り。周辺は、オフィス街となっている。連絡はしていないが、京橋駅と八丁堀駅へは歩いて、数分である。東京駅へも、徒歩で行くことは可能である。最寄り停留所は、 地下鉄、宝町駅となる。以下の路線が乗り入れ、日の丸自動車工業により運行されている。開業当時の地名、宝町から。地名の宝町は1931年、町名の整理統合によって誕生。亀を由来にする。1978年の住居表示の実施に伴う、町名変更で、隣接の京橋に統合する形で消滅した。一部ではかつて、 日本橋宝町だったという記述があるが、宝町は旧京橋区に属した町であるため、これは誤りである。運輸政策審議会答申第18号にて、都営浅草線東京駅接着として、当駅から東京駅を経て、日本橋駅までの分岐線が答申されたが、後に新橋側の起点は東銀座駅に変更されている。なお、この計画は、 都心直結線にとって変わられている。ありがとうございます。